はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、減塩醤油はダメ、代わりにこれを使ってくださいというお話をさせていただければと思います。はい、以前の動画でですね、減塩醤油だったりとか減塩味噌っていうのはですね、健康のためだっていうふうには言われているんですけども、それはまあ、嘘ですよというお話をさせていただきました。まあ、健康のためを考えたら減塩醤油、減塩味噌は絶対に取らないでくださいねという内容でした。その理由についてはその動画をご覧いただければと思います。で、本日のですねお話は何かというとですね、減塩醤油をですね、やっぱりこう普段取っていると普通の醤油がちょっときつくなってしまって、普通の醤油はですね取りたくないんです、どうすればいいですかというようなですね質問をいただきました。ありがとうございます。それについてですね、本日お答えさせていただければと思います。はい、確かにその味覚的なところでですね、普通の醤油がきついので、減塩醤油、ちょっと薄味の醤油の方がこうきつくなくてちょうどよくていいんですよっていうご意見だったんですけども、確かにですね、私も思い返してみれば醤油だけでですね、直接何かに醤油をかけて食べるっていうことって、ほとんどないのかなっていうふうに思い返してみたというかですね、はい、ほとんどないっていうことに私も気がつきました。はい、例えば納豆だったりとかですね、納豆に対しても直接醤油を使うことってあんまりなくてですね、醤油を例えばお刺身だったりとかそういった時はちょっとつけて食べることはありますけども、焼き魚にですね直接お醤油をかけるということもないですよね。私はないです。大根おろしにちょっと味付け程度のお醤油をかけたりとかっていう感じなので、確かに醤油を直接つけると、味は結構きついですよね。はい、塩分がやっぱり結構入ってますので、そこでですね、私の、生活自宅でもですね、はい、どのようにですねそれをこうしているのかっていうところをですね本日お話しさせていただくんですけども、お答えからお伝えするとめんつゆです。めんつゆ、はい、めんつゆです。で、ここで重要なのは市販のめんつゆじゃないですよ。市販のめんつゆは完全に NG ですからね。はい、完全に NG です。市販のめんつゆっていうのはじゃあどう作られているのかっていうと、要はだしの素だったりとかですね、そういったもので作られているわけです。はい、本当に中見てみていただくと分かるんですけど、グルタミン酸ナトリウムだったりとか糖分だったりとかですね、保存量だったりとか、いろんなものが入っていますので、市販のめんつゆは完全に NG です。はい、でそこでですね、めんつゆっていうのは実は簡単に作れるんですね。はい、簡単に作れます。なので作っていただければと思います。もう本当すぐできますよ。何分でできます。はい、そのレシピをですね本日は公開させていただきます。そんな大したレシピではないですけども、材料はですね、お醤油、酒、料理酒ですよね、酒、あとみりんです。はい、と昆布、あればですね、鰹節もあるといいかなっていうふうに、鰹節、鰹って書いておきますね。はい、昆布、鰹節あるといいかなっていうふうに、昆布だけでもいいです。もう鰹節もあった方が美味しいです。はい、でそこでですね、作り方はですね、まず分量1:1:1。でこれはお好みなんですけども、本当に大きさ何センチっていうのが今しっかり言えないんですけども、鍋に入るくらいすいません、アバウトなんですけど、こんくらいですかね、こんくらいです。はい、でそこでカップ1杯、1対1っていうのはカップ1杯ですね、カップ1、はい、カップ1:1:1ですね、1対1の、あと昆布はこのくらい、鰹節も、お好みですね。一つまみ、二つまみくらいでいいのかなというところです。はい、でですね、そこを何をするかというと、すべて混ぜて、
鍋に入れて一煮立ちさせてください。一煮立ちさせます。そして自然にぬるくというか冷ましてですね。で、昆布とですね、鰹節はそのままですね、瓶の中、うちはあの瓶を使うんですけど、瓶の中に入れていただいて結構です。そのまま、冷蔵庫に置いていただければと思います。そのままですね、うちはあの鍋する時とかにあのポン酢作ったりするんですけど、ポン酢っていうのはこれにあの柚子とか絞ればポン酢になりますから、それをですね、原液のまま、結構濃いですよ、これ濃いので、これをですね、もう本当にお水で濃縮麺つゆになりますから、これがお水で薄めて使っていただくとですね、鍋の時にも使えますし、減塩醤油っていうような、味がお好みの方、ちょっと控えめの味がお好みの方っていうのは、この麺つゆを薄めて使うことによってですね、味がこう塩分としては薄いかもしれないですけども、こういったお酒のですね、旨味だったりとか、みりんのちょっと甘みだったりとかですね、昆布の旨味ですよね、そういったところがあるので、十分こう味が感じますし、塩分のこうきつい感じとかもですね、ないんですね。かつですね、体にとってもとってもいいものになります。はい、お酒だったりとか、醤油だったりとかですね、みりん。みりんについてはですね、まだしっかりお話していないので、今後お話しさせていただければと思うんですけども、本物を使ってくださいね。これが大事です。市販のめんつゆはダメですので、本物のお醤油、本物のお酒、本物のみりん、昆布とかもそうですよね。しっかりした産地のものを使っていただくと、とてもいいですね。調味料になりますので、万能調味料になりますから、ぜひですね、作ってみてください。本当に簡単にできます。はい。本日はですね、減塩醤油はダメです。代わりにこれを使ってくださいということで、自家製のめんつゆ、本当に簡単に作れるので、ぜひ試してみてください。はい、もしですね、もっとこう詳しいお話とか質問がある場合は、下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひですね、ご質問ください。無料でお答えいたします。はい、またですね、みりんの話も出たので、次回の動画ではみりんですね、本物のみりんっていうのはどういったものか、そして私のおすすめのみりんっていうところもですね、お話しさせていただければと思います。ぜひですね、 YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。